ハロー、キョンピです。サミオ、雪の時期か。キョピ、はい、キョーピです。曲いいね。オープニングいつもと違ったね。特別バージョンだった。すごい。歌全部歌えるよって、すごい。主人公関わってんとこも歌えるってこと？すごいね。プロはカラオケに入っている曲も全部歌えるもんね。え、初っすか？来るぞ。まだか。雪だ。
こいらっしゃい。大丈夫？松岡修造呼ぶ？それもやだな。体が冷てえのか？冷てえよな。そうだよな。世間はいつも冷てえよ。俺はよ、いつも言われんだ。お前は苦しいって。でも心に熱いものを持てば、いつでも輝ける。ネバーギブアップ。もっと熱くなれよ。うるさ。諦めるなよ。体が冷てえからって、なんだって言うんだ。頭じゃなかった？どうなってたんだろうね。ファー、出てこいよ。熱く遊ぼうぜ。どうして会えないんだそこで。もう修造さん帰ってください。ちょっとずつ大きくなってんね。大きくなってる。これが有名なあれ。悲しい。つら悲しい。
たゲロうまいよね。人参。で、よだれ人参。フランス、スペイン。およそ広いとは思えない。危ない。やっぱさ、名作だよな。デビュタント？ああ、一人前ってなった証ね。
シュガーラッシュと同じ？へえ、シュガーラッシュ好き。何周もしてる。心情真逆なのがつらみ。王子。あ、キュンってキュンとなるな。CM！ ダンスパーティーか。そうね、白締め切っちゃってたけど、誰が政治とかやってたんだろう。親戚とか。この日を境に交代すんのかな。え？何それ、調べよう。なんで？なんでエビフライなの？もみあげか。虹と都はオートですか？オートです。言ったらオートですね。想像してるようなオートじゃないですけど。エビフライお待ち。エビフライはタルタルだよね。想像なんだよな。タルタルだよね。始まった。聞いてくれよ、最近ね、美味しいねプリンだっていうからね、ちょっとプリン買ってみたんだ。主成分がこんにゃくでね。
騙された気分だね。プリンと思って買ったらなんか味おかしくて、こんにゃくだったんですよ。なんか食感がもち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 してて、卵感がなくてね。なるほど。こんにゃくプリンつんだって。お、拍手拍手拍手。発音大事。こんばんは、こんばんは。頭ぴろん。鶏だな。くたくた。こんなおじいちゃんいるよねって。とてもお元気で長生きしてね。危ない。いいよー、目立ってるよー。あえて言わせてもらう。この興味だったら妹が何百人たって全員愛してみせる。お姉ちゃんでもいいよ。
忘れてっからねって、うんまあうん。え、そば買ってきてよって、はい買ってきます。妹を愛してもね、愛されるかわからないよって、愛があれば通じるって信じている。愛っていうのはね、一方的、こうなんだろう、愛されたいと愛したいは別なのさ。見返りがなくてもいいと思ってるからこそ本物だよね。嘘です、見返りは欲しい。ラブコメの波動を感じる。ほぼ毎年立てるぞって。カレカのパートも？お嬢さんが大きくなったら相手役をこのキョンピがつかまつろう。二人だから、ああ夫婦、そっちかい。夫婦でか。ああ、目立つ目立つ目立つ。あ、危ない危ない。メンタルがもろに出る。これ、初日なんだよな。ひゃーい。
映像の素晴らしさが。CM。 映像がガチだよね、ほんと表現がすごいわ。あ、こやらっしゃい。魔法が使えるならどんな魔法を使うんだい？あたいはそうだな、金を生み出そう。貨幣経済がぶっ壊れるぐらいの金を生み出そう。絶対に困らない。なんでよって言っちゃう派？ちょっと待てよ待てよ待て。あーでもね、説明を受けて頭で理解しないとわかんないってなる派なんで、プラスこの競技は割とヒステリックなのでなると思う。メンタルが敷地を超えるとヒスってしまうのでなるかな。厄介だね。人類を獣人に、つまり尻尾と耳を生やすんだな。ふわふわの体毛を生やすわけだ。脱毛屋さんが廃業するな。ごちそうに変えれる魔法、少し寝ただけで元気もりもりになる魔法。おお。元気が一番だよな。カルビいいな。人が食べてるカルビを自分の口の中に転送する魔法。いつでも焼肉食べれる。トップが美人だとテンション上がるよねって。日本のトップも負けてないでしょ。お美しい方々ばかりですよ。主権です。お、主権さんだ。主権さん、いらっしゃい。衣装に美容。なんていうか、名作だよな。なくし物したらパニックになるから、取り寄せバッグ。あー、物を取り寄せるか。始まった。銀行の近くで取り寄せバッグを使います。バッグに手を入れます。掴みます。お金ゲット。
に任せられるってすげえよな。彼はやり手だろうか。あっても上手い人をルッシュトップに置いていいのかって。だって愛があるんだもん。俺はもう将来を誓った仲だもん。いいんですよ、これは試練です。ここで一刻も収められないようでは私と釣り合うわけがないよって。まあ、そこまでの意識はきっとないだろうけど。だあああ、歌ってる歌ってる。アニメーターの本気。前回の時、ここで娘ちゃんが渾身の床丼をしたって言ってたのを思い出してる。あー、もうえぐい。今回もしてるんかな。うわ、なんと見ても鳥肌立つ。うわぁ、やべぇ。もう大きくなっちまって鼻で叩くくらい。前回床丼してたのに。嘘、マジやってくれないの？もうやってくれないの？可愛いなって思ってたのに。造形にはセンスが必要だよね。はしだん。だあ。
もう凍った。日本語だ。あの季節夏らしいんだよね。だから夏問題生、気候がっつり変えちゃってるらしいのよ。悪党でけえ。たら。臭いか臭くないか。お金持てたんだ。ドレス売ったのか。は、完全な箱入りだけど、物を売ったり買ったりっていう概念あったのかな。
王位継承権第2位の金持ち。王国ですからね。国を運営するってことはな、まあもちろん国民から税金を徴収するわけだ。平和を提供する代わりに税金を徴収すると。あの地主制だよね。あんだけでかい城に住んでんだし、上がりってやつは半端ねえんだろうな。一種の不労所得。国のトップとなるとお金を作ったりする権利も有している可能性がある。必要な時にお金をすれるっていうのはでかいぜ。家臣から聞いてんじゃないって。あー、それはあるかもね。なるほど。家臣はさすがに外の人から、外の人もいるかもしれないもんね。お買い物ごっこできるからね。なるほどね。ああ、そうか。ごっこ遊びで学習っていうこともあるのか。なるほど。ポケモンついに来週だってな。はあ。はあ。悩ましい。悩ましいよ。大逆転終わってないよ悩ましいよ。お天板だから抜け出してんじゃねって。ああ、それもあんのかな。バカ殿思い出すね。じい、ちょっと城下行ってくる。なりません、殿。なりません。やだ、ジョーカー行くんだ。ああ、なりません。殿、殿はここにいて、祭りごとをせねばなるまいのです。いや、だってそんなこと言ってしたくないんだもん。始まった。バカ殿はもう入れないけど。ああ、距離取った。やらないです。やらない。角が生えた友達か。このキョッピ鼻ねえから、ほじれねえから。チラリ、やる。
あーあああ雪って捕まうとこないからね。モフモフ、狼可愛いなって。でも鼻ほじるかもよ。あひょ？そっち？狼リンクでも鼻ほじるかもしれない。男はみんなするからね、鼻があるやつは。ノースってどっちだっけ。鼻ナウズね。さっき皆様がツッコむより前に自分で自己ツッコミしちゃうんだよね、悪い癖。対話ですから、対話をしなきゃ。かわいい。それノーズ、それここ実はないんだ、花。かわいい。あ！やあ、僕ピエール。やめなさい、変わったんだよ。でも違和感ないよね。ピエール、ピエール、私はピエール。何を言ってるのかと思ったらツイッター見てくれ。ピエールないの？なかった。ラフ？笑う？へえ。
夏にエアコンつけながら毛布、冬にこたつ入りながらアイス。いいやつだよな。危ない。責任者が減っていく。一人はどっしり構えていて、あぶね。ああ。早い。危ない。あら便利。こりゃ便利だ。階段。温室育ちなんでねーって、いたしかたのないことです。摩擦がないから。温室育ちだからね。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今時計を見てるわ。じゃあミカヤです。愉快なサザエさんちか。1、10、11、100。あと10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。1分。さすがにリアルタイムじゃないか。うわ。割とぴったり。対人恐怖症よね。わっこつ、いらっしゃい。頑張れ頑張れ説得頑張れ。ああ、ああ、あ、なになに。怒ってる怒ってる。
危ない。花が落ちる。いらっしゃい。かわいいな。まあクッションあってあの高さは足だけどね。ちなみにこのギョンビも恋愛のスペシャリストだ。毎週水曜日にはいろんな恋の相談をバッサバッサと切り伏せてるけどねえ。知識だけなら百戦錬磨。その真髄はやはり午前3時に電話をかけることだな。あの子か、あの子だ。包容力はたくましいしいいよね。友達と仲いいか。切るのはいいけど捨てたらダメやんって。切り伏せしてたる。ポッター、恋についての相談かね。え、あの人成就してないですよ。スネープには聞けないかな。それともそれはあれかい、マルフォイの方かい。友達は大いに越したことはないよね。初恋こじらせそのままだもんねって。この狂気の初恋し、あれだよ、夜中3時じゃないからね、言っとくけど。
あれだよ、好きな人が結婚しちゃうってなって、全然おめでたい気持ちじゃなかったのに、おめでとうの歌を歌わされたあれだよ。先生、そうだよ。こじらせてるのかな、やはり。やっぱこじらせてんのかな。仕事カットの先生だよ。ええ女やったのにな。取られてんじゃん。仕方ねえ。仕方ねえ。もうちょっと早く出会っていれば分かんなかった。でもなんで好きだったか覚えてない。立派なショートヘアアレルギーだよね。ああ、やっぱこじらせてんな。始まった。暴走する力。飯どうしてんだろうねってね。やべえやつからは逃げろっていうのは世界共通なのか。そういえば自己紹介してなかった。あいつやべえよ、石はげてるよ、クレイジー。心臓の石。どう、どう、うおーい。女の子と歩くだけで祭り騒ぎ。
つら不潔じゃないのに臭い、ちゃんと風呂入ってるのに臭い、こんな致命的なことあるかな。バレてる。親戚が自分のこと暴露してくる。くんくん、大丈夫だよな。豚は綺麗好きって聞いたことある。自分の体臭って気づきようがないもんね。でも聞いたことがあるのは、袋の中に脱いだ T シャツを入れて、で、なんか30分から1時間放置して、その袋の匂いを思いっきり嗅ぐと自分の体臭がわかるんだって。そこまでして確認したくない。情熱的だな。いや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 、話を聞かねえな本当に。くんくんくん、おえ自分大事やぞ。王子と臭い男子どっちが好きだいって。臭い男子、いや、やっぱ王子だろ。だ、いや、でもさ、王子も火の打ちようがないじゃないですか。出会う順番が違っていれば未来は違ったのかもしれん。髪が。シム、王族紳士。別にさ、まあ職業で人を選ぶわけじゃないですよ。氷運びだって立派な仕事だし、日本じゃ昔から氷を使った儀式とかもあるからね。ヤサ男いいじゃないですか。あー、まあ王族だよね権力にはちょっとね、選ぶ条件が違うけどさ。まあまあ、愛はお金じゃないですけどね。楽になるっちゃ楽になりますからね。そこが魅力ではないです。ただプラスアルファとしてはでかいよね。もちろんさ。蓄えは魅力ですから。貯金もできないで、パッパが使っちゃう人に魅力は感じませんからね。将来性がある。将来性だよ。将来性という付加価値も加えてだよ。いやー、恋愛って難しいな。大衆のあるなしで考えようって。やめようよ。
やめよう。毎日風呂入ってるのに体臭があるのが一番辛いと思うんだ。何かが強いんですよ。なんだろうね。加齢臭。でも皆さんの家のお父さんとかってね、毎日風呂入っても加齢臭はしてくるからね。皮脂腺細胞だっけかな、働く細胞ブラックで見たな、加齢臭の発生。あ、なんだっけ、なんか一酸化炭素、タバコ吸う人とかすごいみたいね。普通の人よりはしてしまうとかって。相性が体臭気にならないって言うよねって。あー、逆パ聞いたことある。相性がいいからこそ鼻につくみたいなのは聞いたことある。意識してしまうからっつって。どっちかです。都合のいい方を信じよう。